これが人の脳の模式図です。ちょっとね、あの脊髄も描いてますけど、こっから上が脳と呼ばれる領域です。ね、ここに脊髄があって、で、こっから上、ね、こっから上が全部、ね、脳と呼ばれる領域です。では、えっと、脳の各部位の、えっと、脳のいろいろな部位の機能もね、ちょっと簡単に復習していきましょう。まず、この台のね、 大脳は感覚とか本能とかあとは記憶なんかの中枢です。あとすごく高度な知的活動を可能にしているのもこの大脳です。で次に肝脳。ね、肝脳は甲状腺の維持に深く関わってます。ね、肝脳。自律神経系や内分泌系の中枢です。で、えー、肝脳の下にあるのが中脳、ね。眼球の運動や姿勢保持に深く関わってます。中脳。でこの胸。ね 橋と書いて橋、今日。今日には、大脳から小脳に、運動の情報とか感覚の情報を伝えるニューロンなんかが、この今日にあります。あんまり問われることないけど、名前ぐらい知っておきましょう。中脳と塩水の間にある今日。で、えー、この小脳、ね。この小脳は、運動の調節の中枢。あとは、体の平行を保つ中枢です。小脳。 この、まあ、小脳の運動の調節って何だろうって思うよね。例えば、スポーツなんか考えてもらうと分かりやすいんだけど、ボールをうまく投げるとか、あと瞬間的にボールを打ち返すとか、あとは相手の選手をさっと避けるとか、そういうのって一連の筋肉が超正確なタイミングで収縮しないと、そういう繊細で複雑な運動ってできないわけだよね。そういうことを可能にしているのが、この小脳だって考えられているんです。もちろん、え話はえスポーツだけに限らない。 先生が書いた黒板の文字を素早くノートに移す、また、A、ノートに四角を書く、三角を書く、丸を書く、ね、そんなふうな運動っていうのはものすごく繊細な運動なわけだ。いろんな筋肉がうまく強調してそういう運動が可能になってるわけだ。それを可能にしているのが小脳だと考えられています。すす最後に塩水、ね、呼吸運動動やや心臓のの拍をを調調節節るる中中枢、枢、また唾液や涙の分泌を調節する中枢、ね、それが塩水です。 塩水も脳の一部だから気をつけてくださいでちょっとあの大脳の構造がちょっと複雑だから大脳の構造についてもねちょっとだけあの解説しておきますね大脳一口に大脳といってもいろんな部位があるんだよね大脳の外側は大脳皮質って呼ばれますで大脳の内側は大脳髄質って呼ばれます 大脳皮質は開白質と呼ばれて,いて、ニューロンの細胞体がたくさん集まっています。対して大脳髄質は白質と呼ばれていて、神経繊維が集まっています。軸索の経路になっています。白質。大脳皮質は新皮質と個皮質と原皮質に分けられます。で、ちょっと発展だけど、この個皮質と原皮質は合わせて変炎皮質と呼ばれます。 さらに発展なんだけど、この辺縁皮質ね。辺縁、皮質、この辺縁、皮質と扁桃体などをひっくるめて大脳辺縁系なんて言ったりもします。この扁桃体っていうのは、まあ恐怖感情とかにあの深く関わってると考えられているところですね。扁桃体まあ、あんまり気にしなくていいです。で、話を戻すと、この脳にはねまあ。 機能を持ったいろんな部位がありました。で、その中で収脳強延髄、この3つをまとめて脳幹と言います、えー、この脳ね。この脳を一本の木ね。1本の木に見立てた時に、まるでこの部分が大脳を支える幹、ね、木の幹みたいだから脳幹って言うんですね。で、最後にね。えっと脳死についても少し触れておきますね。さっき紹介した脳幹ね。えー 中脳、強、延ん髄、ね、中脳、強、延んね、脳幹を含む脳の全機能が不可逆的に停止した状態を脳死と言います。脳死と一般に植物状態って呼ばれる状態は、別な状態ですえ一般に植物状態って、大脳が機能を停止している、だけど、脳幹はほぼ正常、ね、そういう状態が植物状態ってよく言われます。ね 脳幹を含む脳の全機能が不可逆的に停止した脳死とは全然別な状態ですね。植物状態、あの脳幹は正常な脳幹はほぼ正常なので自発呼吸なんかがあります。ただあんまりねあの植物状態とかね植物人間という言葉はねあまり患者さんの人権を考えると適切な言葉ではありません。ではお疲れ様でした。人の脳についての講義でした。